こんにちは。着物リメイク教室の花です。今回は V ネックのジャンバースカートを作ります。深い V ネックに肩を落としたデザインで、大人っぽいイメージのジャンバースカートです。裾広がりの A ラインの形です。 V ネックの中心で継ぎ目を入れないで、着物地を3幅使って作っています。今回もゆったり身幅で作っています。インナーにカットソーを着たり、上からカーディガンを羽織ったりと、幅広い着こなしが楽しめると思います。身ごろの型紙です。中心から16センチが切り替えラインです。前後の中心は輪で裁断します。型紙を重ねるとこのようになります。脇から下は前後同じサイズになっています。襟ぐりと袖ぐりの見返しは必要になってきます。身ごろの型紙を写して作ってください。身ごろの中心から16センチが切り替えラインになります。型紙を切り離します。中心あたり切り替え線で合い印を入れてください。後ろ身ごろも同じように中心から16センチで切り離します。ポケットはシームポケット、パッチポケット、どちらかつけてください。それでは裁断していきます。まず袖の生地を見てください。着丈が取れる場合は中心を輪に折って裁断してください。このように着丈が足りない場合は身ごろの生地で差し込み立ちをして裁断します。まず左右の身ごろの生地を広げ、肩の切り込みで中裏に合わせます。端の方から前身ごろの脇側の型紙を置き裁断します。型紙より着丈を長くする場合は縫い代も含めて型紙を置いてください。このように前後の脇側の型紙は差し込み立ちをします。着丈を調節する場合は型紙より平行に伸ばしたり縮めたりしてください。切り替えラインで柄合わせが必要な時は合い印で合わせて裁断します。このように縫い代をつけて裁断し、両面チャコペーパーを間に挟み印付けをします。
切り替え線につけた合印とポケット位置にも印をつけます。後ろ身ごろの脇側も同じように裁断してください。次は脇側を裁断した残りで前後の中心部分を裁断します。生地は1枚ずつ中裏に合わせ中心輪に型紙を置きます。脇側と同じように丈を伸ばし縫い代をつけて裁断します。襟ぐりの見返しを裁断します。中心輪に裁断するので袖の生地をこのように縦半分にして裁断します。見返しには接着芯が必要です。先に接着芯を貼ってから裁断していきます。次は袖ぐりの見返しです。袖ぐりの方は前後2枚ずつ必要です。襟ぐりの見返しを取った残り布で裁断します。この見返しも先に接着芯を貼って裁断します。全体に大きくペタンと芯を貼り2枚合わせて裁断していきます。前後分かるように印をつけておいてください。シームポケットは4枚裁断します。ポケット口に印をつけておいてください。それでは縫製していきます。まず前後の身ごろの切り替え線を継ぎます。生地端裁断した場合や耳の部分に切り込みが入っている場合は
縫い代の始末をします。切り替えラインの縫い代は 1.5 センチです。前後3枚ずつに継ぎ、縫い代は割ります。前身頃はシームポケット口に接着芯を貼ります。肩と脇の縫い代はロックミシンをかけます。後ろ身頃の方は縫い代を割り、肩にのみロックミシンをかけます。脇の縫い代はポケットをつけてからロックミシンをかけます。次は前身ごろ後ろ身ごろにシームポケットをつけておきます。ポケット口の間にミシンをかけ、ポケットは外側に肩倒しします。これで前後の肩を縫い合わせます。肩がつながったら先に襟ぐりを仕上げます。見返しは肩を縫い、このように輪の状態に仕上げます。これで外回りにロックミシンをかけ、身ごろと合わせていきます。身ごろの上に見返しを乗せてミシンをかけていきます。縫い代に切り込みを入れていきます。カーブのきついところは細かく入れるようにします。これで見返し側を少し控えるようにしてアイロンをかけます。ステッチは表からどちらかの肩から一周かけていきます。襟ぐりができたら次は脇を縫います。
脇からポケット口の上まで、ポケット口の下から裾までミシンをかけます。次はポケットの袋布の周りにミシンをかけます。このようにポケット口の縫い代は身ごろ側に肩倒しし、袋布2枚のみミシンをかけるようにします。このように脇の縫い代を割って、ポケットは前身ごろ側に肩倒しします。これでロックミシンをかけます。まずポケット周りをかけ、次に後ろ身ごろの脇をポケットと一緒にかけます。脇がつながったら、次は袖ぐりに見返しをつけます。袖ぐりの見返しは前後ろ左右対称に2枚ずつ作っています。前と後ろを合わせて輪の状態にします。周囲にロックミシンをかけ、身ごろと合わせていきます。身ごろを裏返し、中に見返しを入れて合わせていきます。見返しの左右上下を間違わないように注意してつけてください。脇の方のカーブがきつくなっています。細かく切り込みを入れてください。見返し側を少し控えてアイロンをかけます。これでステッチをかけていきます。ステッチは表からです。身ごろを裏返して内側から回しながらミシンをかけるとかけやすくなります。次に裾上げをします。裾は縫い代を三つ折りし、ミシンで仕上げます。
最後に見返しを縫い留めておきます。これで完成しました。今回は V ネックのジャンバードレスを作りました。ではまた次の動画をお楽しみに。